最終盤に来て、まあ、あと一つ勝てばというところまで来た千葉ロッテ。茂木の殿打球はショートがよく取りました。ショート中島拓也です。ライナーを掴んでツーアウト。2番センター石井で、中島は全般集中、まあ、打席も含め見られます。この4回の裏はあっという間にツーアウトランナーなし。そしてバッターは石峰を迎えます。